皆さんこんにちは、マキです。今日は京都丹波ゆるっとライドで 16km のコースを e バイクで快走しました。初めに訪れたのはここ九品寺です。とっても古いお寺です。阿吽の像です。かっこいいでしょ。牧神社に行く前にここ古い酒蔵跡を見学しました。たくさんの映画の撮影にも使われたそうです。この土手どこかで見覚えないですか。では牧神社へゴー。この牧神社は農業の神様が祀られています。参拝の仕方も皆さんで習いました。この日はちょっとしぐれていたので、どうぞお天気になりますようにってお願いしたんです。そしたらほら、青空が見えてきました。素敵ですよね。この道路の横の川の水もとっても綺麗です。たくさんの水鳥がやってきます。時にはトキもやってくるんですよ。これ本当です。皆さんもぜひ水鳥に会いに来てください。途中の休憩所で、はい、ポーズ。最後に園部駅で皆さんで解散をしました。このお二人は神戸から来てくださったんです。とっても楽しい e バイクツアーでした。ぜひ皆さんも南丹市へお越しください。それではまた。